今回は、夢ゆり杯の2回戦の対局を見ていきたいと思います。白番が大西七段、白番が中国の孔閣比、九段ですね。で、大西七段初手、どこにね、打つかなんですけども、こちらに打ちましたね。これはもう解説不可能ですね。やはりこれ、 どうしても世界戦で打ちたかったんでしょうね。多分どうしてもここに世界戦で打ちたくて打ったのかなと思いますね。で、ここでやっぱ白がね、乗ってこないのが面白いですよね。やっぱ世界戦なんで、やっぱ一番求められるのは結果なんで、相手はもちろんそれ、当然一番分かってますから、普通の手を打ちますよね。 で、5点目ですね。ここ、せっかく3点目ね、空き隅打ったんで、まだここでもね、空き隅空いてるんで、空き隅打ってれば一局の5なんですけども、やっぱここどうしても打ちたかったのかなと思いますね。これでやっぱり、序盤で3隅取ったっていうのが大きいてで、早くも白がね、もう優勢と言っていいかなと思いますね。 やっぱりこの先人の教えは正しかったということがわかりますね。やっぱ空き墨が一番大きいんだということですね。で、こうやって、挟んで、こすんで、こちらに打って、まあ、わずか25手目なんですけど、 評価値が99%ろ超えちゃいまして、目数にすると10目以上の差ということで、まあここでは、えー、優勢はもうはっきりしたかなと思いますね。初めて見ました。この25点目で評価値99超えちゃうっていうのがね。やっぱりね、こういう打ち方は難しい。勝つのが相当、ない打ち方ではないと思うんですけど、相当勝つのは難しいのかなと思いますね。 で、押さえ。右下の押さえがめちゃくちゃ大きいんですよね。まだ手は残ってるんですけども、この、この、こういうなんというか模様の5の攻略法っていうのは、弱い石を作らないのが攻略法なんですよね。白としてはしっかり弱い石一つも作ってないですよね。左上をしっかり隅取って。右上も閉まってる。 左下も受けてるで。右下もしっかり受けてるので、本手、白は本手しか打ってない。だからこういう、なんとか黒は乱戦に持ち込んで大石を取るっていうことをやりたいわけなんだけども、白が弱いし、一つもないので、ちょっと今やることがないっていう状態なんですね。ちょっとどうしようも。局面が、 側面だけどんどん悪くなっていくんだけどどうしようもできない状態勝負手も打てないっていう状態なんですねだからここら辺のにずか26手目までの攻防なんですけどここまで見ても相手の方がやっぱ相当これがやっぱり世界戦で優勝を狙ってくるねレベルなのかなと思いますねやっぱり世界戦は全く甘くないですよね厳しい世界ですよね こうやって。一応ね、隅はね、まあ、ほぼほぼ無条件で取られてるんですが、味はありますね。右下ですね。右下は、打つなら跳ねかけ継ぎですかね。一応これが一番粘りのある形で、真、ま、っ、あ、白無条件で取りに来るなら大きいですね。大きい打って、もう一回置くと。 でこれで一応スペース一つしかないので無条件で取りに行くんですが一応ここにね、打って切るっていう味はありますね。白としても、こっちから当てちゃって、あの、放り込むのがいい手で、放り込むのがいい手で、放り込まないでこっちに、 つなぐと、ここに黒に継がれて、これが、白石取られちゃうんですね。ここに入れないので、入ると取られちゃいますので、ここから外から詰めるんですが、ここに詰められて、ダメ詰まりでね、目あり目なしで、白入れませんので、取られちゃうんですね。だから、単に継ぐんじゃなくて、放り込むのがいいって,言って、放り込んでもう一回放り、 読むんですね。で、それから繋げば取れてるんですね。これ、黒が目持ったら、もう詰めちゃえば取れてますけど。これで一応無条件では取れますね。まあ、ただ黒も切って、曲がって、コスミつけて、一応これで攻め取りのスペーシー作戦で、ね、 白も無条件で取れるんだけど、外側がね、すごい厚くなるっていう。こういう手は残ってるわけですね。右下がこんな状況になってますね。だから白もう一手かけたんですね。これが一手の価値がありまして、まあ、やっぱり、こういうとこしっかり一手入れるのが、取れてるんだけど、しっかり一手入れるのがね、 強いかなと思いました。まあ、これで、やっぱもう、この後はノーチャンスでしたね。白の干渉でした。やっぱこういう手を打って弱い石を一つも作らずに、絶対チャンス与えないぞっていう手ですよね。だからこういう、黒が珍しい打ち方してきても、対応できるわけですね。しっかりと完璧な対応でしたね。で、黒としても、真ん中にも大きな、 一応ね、作るしかないんだけど、四隅取られちゃってますんで、確定クをね。まあ、確定時というか四隅白にしっかり取られちゃってるので。真、ま、ん、あ、中で大きな字作るしかないんだけど、単純に飛ばれて、囲い合い、囲い合っても打てないっていう状況にされてしまって、まあ、飛びがいい手でね。普通の手がやっぱり一番いい手なんですよね。 で、これで真ん中にも大きいな字ができないということで、右上入っていったんですが、もうこの右上を全部取るしかないんですが、さすがにそれは無理で切り取りが先手できまって、うん、ちょっとやっぱ渡った姿も結構ね、えー 辛い形なので。で、これも、右上も先手取られてまた真ん中消されて、これはもうね、ここで小生と言っていいかなと思いますね。右上を取る手はちょっとなかったですかね。うん、これでもう58手目でもう勝負決まっちゃったかなという感じで。うん、やっぱ普通に、まあここで手抜いたんですけど、普通に跳ね継ぎ打つのはかけ継がれて、これ、 ちょっと白の形が良すぎて、とてもじゃないけど取れる石ではないってことですね。うん。ちょっやっぱ取る手がないですよね。なんかこう打っても、なんかもう厳しく付け越して取る手もありますけど、例えば、付け越さなくても、まあ、付け越して、ま、こうやって、まあ、切らなくてもね。こうやってね。もう渡ればなんか白が形勢いいわけですよね。 他には単純につけて引いても、え渡る手と、切る手見合い、みたいな、そういう状況になってますからね。下がってもこうやってね、切る手があって。この白石ちょっと取れないので、まあ、これは、まあ、形は気持ちいいけど、使えちゃいますね。なので、渡りをさえ、渡り手がつける手とかを封じたんですが、 うん、まあ、ここら辺の対応が、うちの完璧でしたね。しりとりが厚くて、まあもうすでに生きちということで手抜かれて、またこういう、ここら辺にポスミとかグズミが効くので、ここら辺に目ができるのと、ここら辺にも目ができる余地があるので、先手取られて。えー、白のね、暗渉の。この後は一応もうしばらく打たれるんですけど、白の干渉の一局だったかなと思います。 というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。